先輩、はい、俺はちょっと、うん、反省しました。反省？日頃の行いを。日頃の行いですね。というのも、ナナコナナコチャンネルでさ、うん、いろんな人狼の動画を上げてるじゃないですか。はいはい、いっぱいやってきました、ね、いっぱいやってきてるじゃないですか、うん、でこんなに人狼の動画を上げてるのに、うん、正しい人狼ゲームっていうのを、うん、先輩正直一度もやったことなければ、うん、全然知らないじゃないですか。正しい人狼って何ですか？これ今までやってきたのは正しくない人狼だったんですか？ちょっと特殊な人狼をね、うん、先輩にちょっといろいろ体験させてしまったんで。あれ特殊なの？今度友達から人狼やろうぜって言ったから俺はやったことあるやろ、みんなに教えてあげるよっつって返事しちゃったんだけど本当つまはじきものになるんで。うわやば。ちゃんと今日は、うん、人狼の座学を先輩にしようと思いまして。ああついに、はい、はいはいはい、紹介させていただこうと思います。あの世間で流行ってる、そうそうそう、まあ、人狼って、うん、まあ、要するに、まあ、村人との中に人狼が紛れ込んでて、はいはい、まあ、その人狼を探し出せっていうのが基本な目的じゃないですか。要はまあ嘘つきというか、そう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 、人間に化けてる狼を探すってことですね。 それがまあ基本的なルールなんですよ、はい、でその中に、まあ、いろんな役職を持ってる人がいて、例えば占い師っていう狼か人間かを当てることができる能力者とか、おうおうおう、まあ、霊媒師っていう、なんかその昨日釣った人がどっちだったのか、はい、まあ、あとは狩人って言ってこの人が襲撃されるのを守ったりとかっていういろんな役職者がいて、うんうん、まあ、ゲームっていうのがやっぱこうどんどん複雑にかつ、うん、面白くなっていくんです、ね、あれパロディ AV とか出てこない？出てこないですなんかあれパロディ AV のハリーポッターのタイトルとか出てこないです。あれいつ出てくるのかなと思ったら、ないっす、ないっす、ないんだ。そういうのはないです。あ、ないんだ。すいません、基本そういうのはないんです。そうなんだ。そうなんです。で、うん、まあ、人狼っていうのはやっぱそのコンセプトが分かりやすいので、うん、もう今いろんな多種多様な人狼ゲームが、うん、本当に販売されてたりとか登場してるんですよね。ああそうなんだ。へえ。例えばワンナイト人狼っていう、ワンナイト人狼、基本的にまあ人狼で、まあ、9人とか11人とかで毎晩毎晩誰が犯人かっていうのを探しながら減っていくんですけど、はい、もう一晩だけ、え、この一発こっきりこの人が人狼ですかどうかっていうのを当てる一晩だけを遊ぶゲームとかもあるんです。え、じゃあそれで当てられなかったら人狼が全員を食い尽くしちゃうとっていう、もう本当になんかそう一晩だけの一発勝負っていうのを、まあ、これは人数は 4,5 人とかでやったりする、ワンナイト人狼っていうのがあったりするんですよ。他にもコンプレックス人狼とか、コンプレックス人狼、もう場にその悪口が出てて、この悪口を言ったのは誰だっていう人狼を当てるっていうゲーム、うん、それ当たんなかったらモヤモヤして帰る、モヤモヤするっていうやつもあったりするあ、本当にそれ仲悪くなりそうだよね。疑心暗鬼になるよね。そう、だからその疑心暗鬼こそがやっぱ人狼ゲームの醍醐味というか面白いところなんですよね、うん、他にも、うん、いろんな人狼ゲームがあるんですよ。で、うん、今日そのいろんな人狼ゲームっていうのを、うん、9つ用意してきたんで、人狼じゃん、これを紹介していこうと思うんですけど、ただこの中に2つ偽物の人狼があります。油断してた。久々に出たな狼。もう絶滅したと思ってたよ。この地域では狼はもういないもんだと思ってたけど、この9つの中に人狼の皮をかぶっている人狼がいますんで、人狼、人狼か、見つけて処分、処刑してくださいということで、うん、本日やるのはこちら、はい、この人狼ゲームはある、ない、人狼ゲーム、人狼ハンターハンターみたいになってるけど、人狼、人狼、ね、では行きましょう、はい、1本目、はい、童貞の中に紛れ込んだヤリチンを探して、オタサーの姫を救い出せ、童貞人狼。 ありそうあ、ちょっと待って、これって あるっていうのはどういうこと？誰かがもうすでにプレイしたことあるよ。まあ要するにその実際に販売されたり、あーボードゲーム、カードゲームで販売されたり、そういうのあんだ、アプリとかで出てたり、うん、あーだから実際に童貞かどうかは関係ないんだ、もうその、はい、だからカードを引いた人が童貞役やる。あ、そう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 。あ、そういうものがあるかどうか、ね。そういうゲーム、そういう遊びがあるかどうかの、本当にあるかどうか人狼です。まあなんか普通にありそうだけどね。テーマとしてはなんかありそうじゃない。うん、で例えば童貞人狼じゃなくて人狼童貞とかっていうタイトルだったとしても、全然変わるじゃん。うん、まあ同じものとして今回捉えます。ああ、わかった。要するにそこの語順は関係ないっていうこと。いやでも意味変わってる。人狼童貞は人狼やったことは俺じゃん。いやそう。俺じゃん。いやそうなんだけど、うん。まあまあまあそういうこと、そういう風に認識してください。ああ、なるほどね。では2本目いきます。はい。お嬢様の中から おっさんを炙り出せ、お嬢様人狼。お嬢様の中におっさんが紛れ込んでる。はい。なんで見た目で気づかないなんだろう、何をきっかけに当てるんだろう、うん、じゃあ次いきます、はい、
山田の中に紛れ込んでいる田中を探し出せ、うん、山田人狼。あ、田中人狼じゃなくて山田人狼なんそれ。どっちなのかなって気になってたけど、山田の中に紛れ込んでる田中を探し出せ、山田人狼です。手がかりなくないだってそのさ、山田の中に隠れてる気流院とか御手洗とか、うん、だったら分かるよ、珍しい名前だねって言われるとか、うん、そういう名前あだ名をつけられるとか。田中と山田はほぼニヤリンコ、まあ、そういうゲームが売ってるかどうかっていう、はい、おう、はい、じゃあ次いきますよ、はい、私の手を触ったのは誰、おさわり人狼。これはなんかカードゲームっていうか本当に触って誰だっていう、はい、次いきます、はい、ゴリラの中に紛れ込んだ密猟者を探し出せ、ゴリラ人狼え、鳴き声のクオリティでってことそれあるか、密猟者が必死にやあーでもこれでも結構社会問題というかね、まあ密猟は問題になってますからね。次いきます、はい、来たぜぬるりと、うん、俺が人狼を見つけ出してやる、うん、奴隷は二度刺す、うん、カイジ人狼。わー、いやカイジはいろんないろんなの出てるからな、そういうなんていうかそのカイジのあの幅広さで言うとありそうだけどな。次いきます、はい、わえ、この中に人狼がいるってこと。ちいかわ人狼。ちいかわ人狼ってちいかわを食べちゃう狼がいるってこと。ちいかわはやるか人狼そういうの。次いきます、うん、おこしやす、どうも、京都人の中に紛れ込んだよそさんを探し出せ、京都人狼え、ごめん、そういうゲームがあるか、そういうゲームがあるか、そういう文化があるかじゃなくて、ね、ゲームがあるか、あー、そういう文化はあるよ、ね、文化はある、文化はある文化はあるよ、文化はもう確実にあるよね、京都に住んでる中でずっと住んでる人かの随分と自然の良さそうなところから来はったみたいで、それはあるよね、空気がよろしいんでしたろうな、そういうのがあるのは分かるんだけどゲームになってるかどうかってことだよね。ラスト、お、金魚人狼。金魚人狼え金魚の中に狼がいるっていう、どういう金魚人狼、まあ、そのどういうゲームかも想像しないといけない金魚人狼が一番ゲーム性が分かんないいやなんかさ、その京都人狼だったら、はい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 、多分あなたが東京出身の方ですみたいな、うんうんうん、カードを例えば引いたとするじゃん、うんうん、でみんなでそれぞれ京都人っぽい嫌味っぽいことを一人ずつ言ってこうみたいな感じで、こいつちょっと東京っぽくねえかみたいな、はいはいはい、っていうゲームなんじゃないかなって想像する、うん、だってそう考えると ありそうだよ、ね、あ、そうだね。金魚人狼は、金魚人狼は全員で何人の真似をしてちゃう金魚のふりをするってことだよね、要は。まあまあ要するに隠れて泳いでる金魚を見つけて、え、すくい上げろ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや全然わかんない。はい、じゃあ以上9つが揃いました。ちょっと待って、初日釣っていただくゲームを先輩に選んでいただきましょう。ただ確かにこのままだと手がかりがなさすぎると、特に金魚、はい、思いますんで、ちょっとだけ情報を足すことができる占い師の方に毎晩毎日とゲーム占っていただくこと可能です。俺ね、金魚人狼は分かんなさすぎてちょっと今置いときたいのよ。はいはい、で俺ね、おさわり人狼っていうのが、これって誰が最初に突っついたみたいな、そういうゲームあったよね、昔ね。まあありますね、有名ですね。だボコペンかな、ボコペン、ボコペン、ボコペン、誰が最初に突っついたボコペンみたいなことでしょ。ありますね、確かにね。あんな今さらカードゲームっていうか、わざわざその資材のお金かかるやつするかなっていうところがあるんで、おさわり人狼っていうのがどういうゲームなのかっていうのは知りたいかな。そのポコペンと類似してるんだったら、奈々子が本当はないけど、うんうん、ポコペンをただおさわり人狼とか言ってるだけみたいな、ちょっと可能性を感じたので、ね、はいはいはい、ちょっとおさわり人狼が何なのかを知りたいの。では、今日はおさわり人狼を占おうと思います。はい、さわ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 、おさわり人狼を触ってる。さわ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 、おう、何がわかる。あ、見えました。おう、
これはやっぱあのカードゲームっていうかボードゲームっぽいですね、うん、で中央のボードに、まあ、みんな指を乗せて、うんまあ、目を閉じると。で目を閉じてる間に人狼の方はその指で他の人の指をさわさわ触ったりします。でその後目覚めた後にみんなで私触られたとか、うん、結構なんか細い指だった気がするとか あったかいゴツゴツしてるみたいな気がするとか爪が長かった気がするとかっていう情報をもとに人狼を探し出せ、はいはいはい、お触り人狼で人狼の人はいや俺も触られたよとかって言うかもしれないっていうなんかめっちゃありそうになったありそうですか山田人狼怪しいな俺がさっき言ったみたいに一人だけめっちゃ変な名字とかだったらなんか騙しがいがあるというか、うん、山田と田中だってないんじゃないじゃあ今日は山田人狼釣るわわかりましたうんなんかゲーム性が成立しない気がするじゃあ本日は山田人狼を処刑しますはいじゃあ夜を迎えますおやすみなさーいはーいほう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 おー夜になったおーおーまたまたそう、うん、ボーン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 だろうねそう狼がいっぱいいる村だもんでしかもそれは別におかしいことじゃないみんなそういう村だと思って生活してるからやたらこうなんか狼多いなって思ってるけどまあ平常運転なんだよえこの村から狼探す意味って何いるんだよね狼が住んでる村で狼を探すってどういう状況なの？おはようございまーす。状況が理解できなくて眠れませんでした。果たして今日は狼の襲撃があったんでしょうか？みんな狼だからさ。みんな狼だからどっかしら襲撃はしてると思うんだよな。朝になりましたら。はい。おさわり人狼が無残な死体となって発見されました。このゲームはあります。なるほどね。いやなんかあの話聞いてたらちょっと楽しそうな気してたから、うん、あるなと思ったんだよね。パーティーゲームっぽくね。うん、確かに。さあ、うん、そして霊媒師の方に昨日の人狼がどうだったのかっていうのをね山田がどうであれ、うん、まあ一人やられるもんねはい、うん、ということでじゃあ霊媒狼にやってきてもらいました霊媒狼狼なのワン、うん、昨日の霊媒狼つか霊媒狼が来てたよはい山田人狼は狼でしたどっちか分かんない人狼だから全員はいじゃあ次行きましょう。俺が、はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと勝敗がそうだわかんないよ俺が。俺さあ果たして気持ち悪くなってる。どうなるのか。狼なのはわかってるけど。昨日の山田人狼は狼でした。そういうゲームでしょだって、はい、狼の中から狼を探すっていう。はいというわけで行きましょう。ちょっと待ってじゃあもう全員殺戮してやろうか。俺が平和にこの村で過ごすには全員を釣るしかないじゃんだって。狼を釣ったところで残るのが狼なんだもん。何がこれゴールなんだこのゲームの今日今俺がやってるこのゲームはあーすいません山田人狼ははい狼の皮をかぶった狼でしたなんでかぶんのよありのままのお前でいてよかったよすごい一発目から山田人狼はありませんないないっておっしゃーありませんだいぶ時間差で嬉しさが来たあーあーそうかちゃんとルールとか考えてたのにさ占い師してくれたらよかったのにちなみにじゃあそのルールは山田人狼、うん、山田の中に紛れ込んだ田中を探せ、うん、なんかそういうこと言ってるね狼役の田中をみんなで処刑しようと、うんうん、でいろんな役職があって、うん、あの鈴木っていう人がいたりとかあそこで遊ぶ高橋って人がいたりそこで遊ぶんだだから役職言うときに、うん、山田俺山田俺山田山田俺が鈴木みたいなあお前鈴木なんだいや俺は鈴木みたいなっていう名字がぐちゃぐちゃになるなるほどね山田人狼役職もいるあのよかった俺あの人狼の知識がないから役職がそういう生き方をしてくるって知らなかったから占ってくれたら結構リアリティがあってあちょっとありそうってなったと思うんだけどよかった占わないでよかったな逆にこれは悔しいねあーしゃーちょっと聞きなづらく、まあ、ありがとうございますはいじゃあ残り7人狼の中に人狼が7匹いますとうん、人狼が7匹いてで人狼の皮をかぶった人狼が1匹いますややこしいなその人狼を頑張って処刑しましょうと、はい、でも毎晩、うん、あの夜になるにつれて人狼が1匹人狼を処刑していくんで、うん、どんどん人狼が減っていく最終的に人狼の数と人狼の数が同じになったらその人狼陣営の勝利なんで、うん、頑張って、うん、見つけましょう人狼なんか俺今までで一番今人狼のことが分かんなくなってきた曲がりなりにも変化球人狼やったけど今一番遠い距離にいるわ俺人狼の知識から今日はどこ占います？いやもうだからあれだよねだからない人狼を探せばいいんだよねそうですそうです、童貞人狼はなんかまあパーティーゲームとかでもありそうじゃん要は童貞あるあるとか手が触れただけでドキッとしちゃうよみたいなことをみんなで言ってって、うん
とかっていうのはありそうかな、うん、なんか童貞のふりするっていう強者男性たちの遊びみたいな。童貞を食い物にする強者男性の遊び。童貞を消費するなんていうかそういう遊び強者考えそうじゃん。だから童貞の性的消費をしてそうな気はするから、これありとあると思うんだよ、ね。なるほどね。ゴリラ人狼がいいよ。ちょ、占い師さん、ゴリラ人狼を。あ、ゴリラ人狼占いますか。わ、うん、かりました。じゃあ、ゴリラ人狼を占わせていただこうと思います。お、はい、お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 、それはどうだよ。カンナムスタイル。あ、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 じ、じ、じ、ゴリラ人狼は、は、あ、あ、お、な、なんだ水見式のやり方。あ、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 水見式、違う、それ脳をいじって。誰を、誰にそれを発言させてんの。占い師怖っこの人。ゴリラ人狼は、うん、どういうゲームかというと、まあ、ゴリラの中に紛れ込んだ密漏者を探しましょうと、はい、で、みんなウホとかホとか、はいはいはい、ゴリラの言葉しか喋れませんと、だけど、うん、遺言の時に釣られる時にちょっと人の言葉を喋っておくて、なるほど、はいはい、その人の言葉は、うん、みんな覚えるので次のターンからはその言葉を使っても大丈夫になります。例えばだけど、お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 、怪しい。で、翌日からは怪しい、お、お、みたいな。どんどんどん人間に近づいていくのかな。で、怪しいと思ったやつはドラミングで威嚇するとかね。あっていうのがゴリラ人狼です。なるほど。なんか、人狼をたくさん遊んだ人が思いつきそうだね。もう、なんていうか、推理っていうのをひねってきてるわけじゃん。はい、ちょっとありそうだな。でね、俺もう、ちいかわ人狼とカイジ人狼っていうのはもう IP 系じゃん。うん。それが2つあるのも怪しいんだけど、なんかここまで来るともうどっちもまああるっていうパターンも全然あるんだよな。じゃあ今日は誰を処刑しますか。お嬢様人狼がお嬢様の中に隠れたおっさんを探せっつったやつね、うん、あの人タンが絡んでましてございますわみたいな、なんかそういうことで推理したりするのかな。なのかな。金魚人狼がわかんないんだよな。いや金魚人狼、はい、金、うん、釣るわ。変な感じになっちゃったけど。じゃあ今日は金魚人狼釣るということで、うん、見えないもん。はい、なんか分かんない。じゃあ金魚人狼を処刑します。はい、金魚人狼では釣り上げました。おお、おお、引くタイプじゃなくて釣るタイプだ。なんかあんま見たことないの金魚釣る。おやすみなさーい。ほう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 、グロ怖いわおん。ああ、この家に来るんじゃないかわおん。おうおう、へへへ、あいつら食ってやるぜわおん。同じ者同士がこう食い合ってる。人狼同士で怯えたり。これあれだよな、なんか地球を見てる、人間を見ているようだな、なんか。おはようございます。なんか縮図を見ました。朝になりましたら、はい、弱者男性を食い物にしていた童貞人狼が無残な死体となって発見されました。ありそうだったな。童貞人狼はあります。ーパーティーゲームですね、まさに。まあ盛り上がりそうだよね、はい、なんかね。そして今日、うん、犠牲者が出たということは金魚人狼は、あー、てかそうか、あります。そうだね、今人狼が一人だもんね。はい、あんの、これはね、うん、あんの。ちょっと意地悪なんだけど、うん、正しくは人狼金魚です。だとしてもわかんない。でね、これはカードゲームじゃなくて、うん、任天堂スイッチのゲームで、まあ、あ、そう、へえ、はい、隠れて泳いでる人狼役の金魚とその金魚を救うポイ、村人役はポイなんですね。はあ、はあ、で金魚の中に実際に操作している人狼金魚がいるから、それを見つけ出してポイで救い出せっていう人狼金魚。ちょっとこれ作った人ももう人狼こじらせちゃって。俺らの行く慣れの果てじゃんこれ。まああの、いよいよ分かんなくなっちゃって、金魚救いをどうやったら売り物にできるかって考えた結果、人狼と組み合わせるっていうことなのかな。金魚救いはもうそのままで売りにできるじゃないですか。任天堂スイッチでしょ。だからジョイコンでさ、相当金魚救うだけど楽しいじゃん。これどうやって人狼見分けんの普通に。今いや、なんか動き方が怪しいとかってことなんじゃない。これこいつは本物、これこいつコンピューターじゃないでしょみたいな。なんかポイが近づいてきてわざと逃げたぞとかってことなんじゃない。あー、これ作った人も人狼こじらせてるわ。あ、ちょっと待って、ん、そうか、パーティーゲームで一人が金魚役をすんのか。そう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 、あー、そういうことよ。なるほどね、いいね、ちょっと面白い、ちょっと面白い、ちょっと面白そうになるんですよ。あー、でいろんな金魚がいる中からこいつが人狼だって、こいつはもう操作してるっていう。あ、でしかもさ、ジョイコンだったかコントローラーの操作方法で
あれこいつの手の動きちょっとおかしい。怪しいねとか もうあるかもね。ちょっと待って、結構すごい面白そうね。今度やろうやこれ。面白そう。これはでも特殊な人狼だ。おい、普通の金魚すくいでいいじゃんって言ったら面白そうだね。ああ、ちょっと気に入った？気に入った気に入った。よかったよかった。すごい、へえ。あります。あ、買います。残る人狼は5人狼。じゃあ本日はどれを占いますか？いやなんかね、もうなんかルールはなんとなくどれもわかんのよ。で怪しいのがやっぱカイジとチーカワだよね。これ2つ並べる？どっちかないっていうパターンをこの段になってやってくるかな、七個が。どっちかがあるからどっちかを考えそうじゃん。じゃあまず占おうや。占おう。はい、はい、わかりました。カイジ人狼占うわ。了解です。じゃあカイジ人狼占いましょう。カイジ人狼って確かになんかどんなゲームかよくわかんねえ。ザワ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 。それ占いの時の音なんだ。卓球ゴミメラ。ダメダメヌースケくん。甘い欲望の解放のさせ方が下手。下手下手。ちょっと待って、俺占ってもらってるのになんでこんな罵倒されんの。カイジの名言を出してるだけなの。まあ大人気ゲーム人狼とのカイジを世界観で展開する全く新しい人狼ゲーム。なんとなくそんな感じ、うん、はい。でもルール、参加者の中に隠れた人狼を会話と推理と投票で見つけることが、うん、まあ、このゲームの目的です。それはまあ人狼だよね、はい。でもいろんな役職がありまして、人狼に加えて占い師、あとはまあ霊媒師とか、なりすまし、引きこもり、奴隷などの役職がいたりします。でこのゲームは普通の人狼と違うところが、いやそれを知りたい。なんかなりすましとか奴隷っていうのが本当にあるのか、もともとあるのか分かんなかったから。ペリカもあります。ペリカの札もあって、うん、そのペリカを使いながら交渉とかをしながら人狼をやっていくっていうゲームとなります。なるほどね。そうなった時にペリカを多く持ってた方がなんか勝ちなのか、まあ、そのペリカを使って買収とかもしながら、あ、まあ、人狼やりましょうっていう全く新しい人狼ゲームとなっております。ルール複雑だけど、なるほどね。ちゃんとありそうだな。奴隷とか引きこもりとかそれぞれ勝利条件みたいなのが違うのかな。さあそうなった時にペリカを集めたいからオオカミの言うことを聞いちゃうみたいな。 OK 決めた。はい、今のカイジ人狼がちょっとリアリティあったから、うん、同じその原作系でちいかわ人狼するわ。ちいかわ人狼、ちいかわ人狼を処刑する。じゃあちいかわ人狼を処刑するってこと。ちいかわ人狼をパワーしちゃいます。うわっ、パワーしちゃいます。あーなんとかなれー。ボー燃やすんだ。泣いてる。うわー、なんか誰かが泣いてる。かわいいやつが。うわわうわタクタクチャオ。うわー、歌い出した。パジャマパーティー。うわわうわタクタクちゃんを処刑されたのにすごい嬉しい、楽しい気持ちになってる。すると、うん、村にいた人狼たちが、うん、みんな集まって、うん、輪になり、うん、踊り出しました。おめでとうございます。お今のちいかわ人狼を処刑したことによって、はい、この村の中にいる人狼の顔をかぶった人狼は全ていなくなりました。人狼陣営の勝利です。おめでとうございます。すごい、おやしょ。人狼しか残ってない。はい、勝った気がしない感じなんだけど。勝ってんだよね。おめでとうございます。人狼の顔をかぶった人狼はっていうこと。はい、だよー。ほらー、だってそのね、原作系が2つあるのおかしいと思ったもん。その裏の裏書いてくる気もしたけど、ちょっとストレートにいきました。いい推理だねー。あー悔しい。いやだって他だってね、いやもうちいかわ人狼占ってくれよ。ああこれも準備してたのに。ああちょっと聞かせて、ちいかわ人狼。いや、ちいかわ人狼も、うん、まあいろんな村の中に、はいはい、擬態型の、まあちいかわの中に出てくる擬態型っていうね、化け物がいるんだけど、その、まあちいかたちに擬態しているやつもいますと。で、役職には、ちいかわとか、ハチワレとか、ウサギとかもいまして、ハチワレは例えば占うことができて、占った結果を、まあ翌日言えると。はいはい、その代わり、語尾に、てことって言わなきゃいけないと。はええあの人占ったら、お黒色が出たけど狼ってことみたいな感じでやってもらうとか、はい、売り込んじゃればいいんじゃない。そこまでしっかり作ってあるならって思って、ちょっとそれを考えたんですけど、ちいかわ人狼ね、実はね、
ないんだけど、うん、同じこと考えてる人がね、ちょっとツイッターにはいました。役職8割以外日本語話せないとか、うん、これないんだけど、同じようにちいかわ人狼考えてる人はいたんで、じゃあ別にでもさ、ライセンスとかってまあ今普通になんか仲間内でやる分にはじゃあ今のルールとかでやっても楽しそうだよ、ねね、ちょっと面白いかもしれないね。おちょっとこれやってみたいなとも思いますが、とりあえず今はありません。まだないんだね。はい。そしてお嬢様人狼、ゴリラ人狼、カイジ人狼、京都人狼、これらは全てあります。あんだあります。お嬢様人狼はお嬢様の中に、うん、まあおっさんが紛れ込んでるってことで、はいはいはい、あの関西人のおっさん、ワイがお嬢様ですわ。はい、あ、同じ言葉なんだけどイントネーションがちょっと違ったりみたいな。まあまあどういう風に遊ぶかのゲームなどは、うん、ぜひぜひ皆さん本編をチェックしてみてください。なんか今チラッと説明見えたらおっさんに逆襲されることがあって、どういう怪獣人狼は、まあ、人狼は誰だ、福本先生が人狼に参戦、抽選で10名様に福本先生の直筆サインをプレゼント。おなんで全部怪獣っぽく。でこれは確かにあのペリカとかも使ったりとかした。なんかでもさっきのルールあの聞いたらさ、人狼って名前ついてるけどなんか別ゲーみたいな感じ。まあそういう遊びがね、やっぱいろいろ幅が広いのがいいとか、ね、京都人狼はここ最近でめちゃめちゃあのツイッターでバズってたんで、もしかしたら見かけた人もいるかもしれませんね。いけずを楽しむっていうテーマ。あー、これ本当にじゃああの京都じゃない出身の人が紛れ込んで、まあ、よそさんを見つけ出せっていうよそさんって言い方、ゲームドス。お前よそさんだろ。そういうゲームドス。隣なだけだろ。で、はい、ゴリラ人狼もあります。ゴリラ人狼、はい、うほうほう言いながら、うん、まあその密漁者を探せ、あーゲームになってますね。どうですか先輩、人狼のこと結構詳しくなれたんじゃないですか。いや余計わかんなくなった。俺今日のせいで本家からもっと遠くに行っちゃった気するわ。なんかこれでね、人狼ゲームに人一倍詳しくなったところで、ああ、まあ、これからもいろんな人狼うちのチャンネルやっていきましょう先輩。周辺だけ詳しくなって、あのストレートな王道が全くまだない、変わってないんだけど情報。では次回の人狼動画もお楽しみに。いやまだあんのかい。みんなまたねー。むず人狼ってむず。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。